よいしょ。よし。はい、こんにちは。シャトレーゼ行ってきました。今日はシャトレーゼでいろいろ買ってきましたので、ちょっと紹介したいと思います。はい、まずはアイスクリームですね。絞りたて牛乳バー。こちらを買いました。はい、こちらの方は367円ですね。はい、税込み367円です。はい、続きましては定番です、チョコバッキー。こちらの方は、税込みで302円です。で、次はですね、ピザです。オーブンでそのまま焼けるピザマルゲリータで、こちらの方がですね、205円で、込みで205円です。で、また同じです。それのサラミ、こちらの方も税込みで205円です。これマルゲリータとサラミですが、これはですね、両方同じなんですよ。切れ目入りなんですよ。切れ目が入っています。で、オーブントースターで、作ります。オーブントースターで800ワットで6分から7分、1000ワットで5分から6分、余熱なしです。このままオーブントースターそのまま入れれるサイズだと思いますので、これを入れて食べます。で、これは次回なので、アイスクリームともどもちょっと一旦冷凍室に入れてきます。ちょっとこれ冷凍のやつは一回片付けていきます。はい、戻ってきました。で、あと続きまして購入したものです。シュークリーム。シュークリームは税別100円で、はい、108円ですね。108円です。で、北海道バターどら焼きです。こちらはどら焼きいくらだ、税込み129円です。そしてチーズまんじゅう、なめらかチーズまんじゅうです。こちらの方は108円です。108円。で、あとですね、これ新商品、発売したばっかりっていうことでレジで聞いて、レジ横にあったやつを買いました。モナドラです。モナドラ、こしあんでですね、上の方がこれどら焼きの生地なんです。で、下がモナカの生地なんですよね。これモナカの生地、どら焼きの生地で、中にこれこしあんが入って挟まれてます。モナドラで、これは140円で税別でした。151円です。とりあえずこれはママが食べるって言ってたので横に置いて、これと定番なめらかチーズまんじゅう、モナドラと3つ今食べてみたいと思います。片付けていきます。はい、戻ってきました。じゃあちょっとこの新発売モナドラから食べましょうか。食べてみます。はい、こんな感じです。はい、モナカキ、どら焼きです。上がモナカです。中にこしあんが入ってます。これほんとちっちゃいサイズで、ちょっとかわいいですね。結構こしあんがぎっしり入ってますので、意外にちっちゃいけど重たいです。重量感あります。これ食べてみます。うん、モナカの中に餅ですかね、これ。はい、餅です。餅粉です。なんかもう完全にもうモナカって感じです。
モナカの中のに上をどら焼きの生地、モナカの生地上下でサンドしてコシアンたっぷりにしてるので、いいとこ取りですね。ハイブリッドです。うん、おいしい。うまい。あんが滑らかです。おいしい。これいきましょうか。滑らかチーズまんじゅう、滑らかチーズまんじゅう、これいきましょう。これ開けます。結構ね、生地はしっかりしてます。しっかり、ちょっと真ん中を割りましょう。こんな感じです。チーズあんがたっぷりですね。これ生地が結構しっとりしてるんですけど、通常の生地より固めです。うん、うまい。あー、チーズ美味しい。うん、あ、美味しい。このチーズの香りが、うん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 、甘みが抑えられてて美味しいです。チーズと合ってますね。あ、美味しい。あー、甘いな、これ。甘さが控えめで美味しいです。はい。これ定番中の定番、ダブルシュークリーム。これも食べちゃいましょうか。もう食べるとき一気に食べましょう。はい、これはもう本当に定番です。値段も昔から変わらず100円税別です。こんな感じですよ。このね、クリーム、ホイップとカスタード、美味しそうですね。もうガブっていきますよ。うまっ。うん、おいしい。あー、もうシュークリームといえばシャトレーゼ。うまい。うまいです。3つ連続ですね、これ。やばい。うん、あ、うまい。とりあえずピザとアイスは冷凍物なので冷凍庫片付けましたが、こう洋菓子、和菓子ですね、こちらの方は食べました。シュークリームもチーズまんじゅうも新発売のモナドラも全部美味しかったです。ごちそうさまでした。終わり。